とローカルな感じの店で朝からタコス食います。何言ってるか分かんなかったっすけど、まあなんとかなるでしょう。タコス到着しました。手で食うんですけど、このちょっと濡れてるの食いにくいっすよね。まあとりあえずいただきます。入れてあるんです。なんか表面濡れてるやつちょっと食いづらそうだなって思ってたんですけど、これ揚げてますね。タコスが皮がめっちゃカリカリで、これはこれで昨日一昨日はあの普通の生地のやつ食べてたんで、これはこれで美味しいですね。地下鉄入り口到着しました。思ってたよりだいぶ綺麗。めちゃくちゃ綺麗そうじゃん。9.5 ですけど、これお釣りないし、硬貨しか使えませんね。支払い気をつけなければ。チケット買えたんですけど、こんな感じで QR で行く感じっぽいですね。地下鉄です。電波とは一切入ってないので、もしあの行き先決まってる場合は先に調べてから地下鉄入った方がいいですね。ここで調べようとしてもちょっと電波届かないです。おお、人めっちゃいる。全然普通ですね。ビビってたけど、奥に見えてるのがターミナルっぽいっすね。日中はこの感じ全然大丈夫なんですけど、多分夜とか早朝街灯なさそうなんで、この道はちょっと危ないかなっていう、そんな印象を受けますね。バスターミナル到着しました。チケットカウンターめっちゃ人いるんで、なんかチケット買っといてよかったかもしれないですね。チケットはねオンラインでも買えるので、オンラインですでに買ってはあります。よかった。じゃあバスの時間まであと1時間ぐらいです。待ちましょう。工事の音が尋常じゃなくうるさいんですけど、バスの時間まであと1時間ぐらいあるので、なんかプリンっぽいやつとドーナツを買いました。いただきます。まずプリン、いただきます。普通にめちゃくちゃ美味しいプリンです。なんとか乗れました。これから終日。グアナファトバスターミナルに着きました。街中まで4キロぐらい あるので、バスで隣の席になったドイツ2期と一緒にタクシーシェアしてちょっと向かいたいと思います。できました。ホステルはどうやらあの坂の上にあるらしいですね。こりゃきついぞ。とりあえず行きます。この感じ坂、狭い路地、モロッコとかジョージア、トビリシの感じですね。なんかうわマジか、投げ。街がめちゃくちゃ綺麗だ。飯です。ケサディーヤ。グアナファト到着して夜8時過ぎておりますが、街中では子供たちが元気にはしゃぎ走り回っております。平和ですね。謎のトウモロコシを使った何かおかゆスイーツみたいなの
売ってるんで、ちょっと試してみたいと思います。ここにシンプルに売ってる焼きトウモロコシがめちゃくちゃ美味しそうだけど、なんかいろいろ入れてもらってます。ちょっとお会計の混乱で取りきれませんでしたけど、めちゃいろんなものを入れながらトウモロコシを煮たやつにクリームチーズとか砂糖とか入れてんのかなって感じです。いただきましょう。すごいお祭り騒ぎですね。なんかやってます。それでは謎のやついただきます。マヨネーズだこれ。何の味だろうと思ったけどマヨネーズですね。めちゃくちゃ気合い入ってるわ。この通りすげえ。チーズケーキ好きだけど今じゃねえ。こちらがホステルからの夜景です。すごい見晴らしがいい代わりにここに来るまでがすげえ大変です。おはようございます。グアナファト、やや小雨の朝です。メキシコ雨降るイメージなかったんですけど、ぼちぼち降るっすね。まあ喉乾燥気味なんで雨降ってくれた方が僕的には助かってます。なんか野球場みたいなの見えますね。というわけで本日もやっていきましょう。朝食めっちゃ良かったっすね。朝から土砂降りですね。これじゃあちょっと出かけれないので、まあ しょうがないですね。おざす。雨が少し小降りになってきたので、このホステルの前の階段がね、上どこつながってるかどうなってるかちょっと確認しに行きたいと思います。よし、行きましょう。特に何かあるわけではなかったですね。でこのグアナファト、町が標高2000メートル超えるぐらいの町らしくて、なんかそれでか分かんないですけど、ちょっと階段上がっただけで軽く息切れしますね。シンプルに体力がなくなってんのか、ちょっと標高のせいもあるのか、その辺はちょっと分かんないです。コンビニで飲み物を調達しました。モンスターエナジー、見たことないやつ飲んでみます。なんかあの辺の山に向かってちょっと散歩でもしようと思ったんですけど、また雨強くなってきたんで帰ります。やばいやばい。ようやく天気が回復したので街を歩いています。今日はちょっと ATM に現金を下ろしに行くのと、まあご飯食べて、で夕方からは仕事が始まるのでホステルに戻るという感じで行きたいと思います。でけえ劇場です。本当に街の中心にあるって感じですね。これみんなの憩いの場にもなってるような感じが印象を受けます。お金終わり、おろし終わりました。目の前に見えてるのはグアナファト大聖堂。すごい周りに警察がいっぱいいて、なんか物々しい雰囲気ですね。夜はちょっと気づかなかったんですけど、これ昨日トウモロコシ食べたところですね。明るいところで見るとやっぱり色の感じ
すごいカラフルで綺麗な街だってことがめちゃくちゃ分かりますね。こんな狭い道をよくデカめの車が通りますね。本日もチュロスとホットチョコレート、トラディショナルなやつを選んでしまったらちょっとココアっぽいね、あのもう液体のやつで、メニューの中にこのデアクアっていう水なしっていうのがあるんで、これを頼めばちょっとドロドロのやつだったのかなとか思ってます。まあ早速いただきましょう。いただきます。やっぱサラサラ、赤色というアミャモアミャモ、ちょっとツイッターでおすすめしてもらった日本食のお弁当屋さんっていうところに行ってみたいと思います。いい感じのバーのこの建物の中にあるらしいっす。あーもう絶対あれじゃん、確実にこれだ。日本食は満席だったのでね、日を改めることにしました。すごいね、午後の今4時半とかなんだけど満席でした。すごい人気なんですね。まあまた明日以降行こうかなと思います。おはようございます。グアナファットは本日は快晴、これから朝ごはん食べ行きます。ホステルの朝食です。前菜に梨かなと、明らかに生搾りのジュースみたいなやつ。あざす。朝食で出てきました。これなんすかね、パンみたいなのを葉っぱで包んで蒸した感じですかね。炊きやす、トウモロコシの蒸しケーキみたいな、トウモロコシっぽい味で、でも塩味効いててお惣菜パンって感じですね。美味しいです。どんどん出てきますね。メキシコの家庭料理なのかな、なんだろうこのソース、めちゃ辛そうで、パンとご飯を合わせるっていうすごいですね。食べたんですけど、なんかほろ苦い甘いスパイシーな黒いソースで、で思い出したんですけど、これモレっていうメキシコの家庭料理みたいなやつですね。おそらくなんかいろんな材料をめちゃ黒くなるまで炒めて煮たやつらしいです。うん、ちょっと癖ありますね。こんにちは。2泊してこのホステルチェックアウトの予定だったんですけど、ちょっと居心地が良すぎたのと他に選択肢がなくて延泊をしたんですけど、なんか同じほぼ同じ値段でなんか個室になりました。ありがとうございます。あと2泊よろしくお願いします。ではまた。こんにちは。10月27日朝ごはんを食べて、まあゆっくりしてました。まあ、寝てましたね。夕方になったんでそろそろ街に出ようかという感じで、軽くご飯でも食べながら今日も散歩したいと思います。行きましょう。入れました。日替わりの定食を頼んでます。ここは日本人の夫婦の方がやってるお店ですね。日替わりの鶏の味噌煮込み、ありがとうございます。メキシコの醤油もあります。
お弁当美味しかったっすね。お弁当っていうか定食、でこの辺の、まあ、ほぼ毎日通ってる、中心地への道もね、夕方ぐらいからやっぱめちゃくちゃ盛り上がってきてる。人もだし、お店の活気というか、やっぱ夕方の方がすごいんですね。でまあコーラとこれ、パンデムエルトスっていう死者の日、ムエルトスにちなんだなんか日本でいうお盆用のパンみたいなやつを買いました。劇場です。その中であのライブみたいなのを今やってるらしくて、ここにあのお祭りセルバンティーノっていうお祭りのタイムテーブルが書いてあるんですけど、今月の13日から29日までの、まあ、2週間強ぐらいですね、ずっと毎日やってるみたいで、すごいっす。もうすごいっす。かなり盛り上がってますね。人がめちゃくちゃ多い。ああ。風が強いのでシンプルにちょっと肌寒いですね。本当、まあ日本とあんま変わんないっすね。秋の夜ぐらい。少し肌寒い、そんな感じの天気です。ちょっと食べてばっかりなんですけど、風が強くて外が寒くて、ちょっと、入りました。パパスアサダっていう、もうまた全く分かんないやつを頼みました。パパスアサダ来ました。結局タコスですね、これ。いろいろまあ付け合わせとかあるんですけど。ってことだよね、これ。え、違う？タコスだと思ってたんですけど、下にベイクドポテトありますね。これ。昨日まではなんかこのグアナファト大聖堂入れなかったんですけど、なんか今入れたんでちょっと入ってきました。まあ中は何かを喋るような雰囲気ではないので、まあちょっとまあこんなそんな感じです。あそこがキスの小道っていう謎の観光スポットです。だから道の途中でなんかすげえ細くなって行く。なんかね、壁が迫ってって、ああ、距離が近くなっていくことからキスの小道なのかな、ちょっとわかんないですけど、なかなか一人で来るには寂しい観光スポットですね。すごい人気なんだよ。帰ります。全然劇場じゃない、いろんなところでライブやってるんですね。このセルバンティーノっていうお祭り、だからもちろん至る所でなんか音楽が聞こえてくるのか。これあのちゃんとお金払えば席で座って見れて、でもお金払わなくてもこの会場の外
あ、もうこの辺ぐらいからもう見れるので、頭にチュロス乗せてるおじさんがいる。すごい。頭にチュロス乗せおじさん。チュロスおじさんから買いました。ありがとうございます。というわけで宿に戻っております。いや、この時間になるとね、さすがにちょっと寒いね。普通に寒すぎ。ちょっとヒートテックの1枚ぐらい持ってきとけばよかった説がありますね。持ってないから買うしかないんですけど、買っとけばよかった。こんばんは。すげえ寒いんですけど、夜景を見ながらビールでも飲んで寝ます。いただきます。